オカルーサ軍はアメリカ合衆国フロリダ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は18万822人であり、2000年の17万498人から6.1%増加した。軍庁所在地はクレストビュー市であり、同軍で人口最大の町は国勢調査指定地域のライトである。軍域は南のメキシコ湾から、 北のアラバマ宗教まで広がっている。オカルーサ軍は東に隣接するウォルトン軍とともにアメリカ合衆国要請管理予算局の定義するフォートウルトンビーチクレストビューデスティン大都市圏を構成している。フォートウルトンビーチクレストビューデスティン各市がこの大都市統計地域の主要都市に指定されている。1981年にまず、 ポートウルトンビーチ標準大都市統計地域が定義された。2003年、クレストビュートデスティンが主要都市に指定され、都市県名称が現在のものになった。オカルーサ軍は1915年6月3日に成立した法により設立された。オカルーサとは直東属インディアンの言葉で黒い水を意味している。オカが水、ルーサが黒を意味している。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1082.00平方マイルであり、このうち陸地935.63平方マイル、水域は146.37平方マイルで、水域率は13.53%である。ホートオルトンビーチとアメリカ空軍の3つの基地が軍内にある。オカルーサ軍はフロリダ州でも最大級に保守的な軍である。 2004年アメリカ合衆国大統領選挙では、現職ジョージ・ダブッシュが、軍内総投票数の78%を獲得し、2008年の、バイモ共和党のジョン・マケインが72%を、取った。以下は2000年の国勢調査による、人口統計データである。シンコバイ・ユーチョー・クレストビュー氏、軍長所在地ですティン氏、ホートールトンビーチ氏、ローレル・ヒル氏、メアリー・エスター氏、ナイス・ビル氏、 シャリマー・マチバル・パレイソ氏、ありがとうございます。